今回は、職場の人に獣医の名こそ海岸店さんが、3月いっぱいで閉店してしまうという話を聞き、急遽お邪魔してきました。上田の獣医さんには何度かお邪魔していて、姉妹店の名こそ海岸店さんの存在を知りました。職場の人曰く、夜の海を見ながらの食事が最高でしたと。開店ダッシュで入店しました。おしゃれな店内に、素晴らしい接客、居心地の良さを感じました。また、水槽もあって、テーブル席から、魚を見ながらの楽しい食事ができます。席はテーブル席のみで、自分と友人は、海が見えるテーブル席にお邪魔しました。海が見える景色に、素晴らしい店内、閉店するのが惜しい。豊富なメニューなので、迷います。白いエビピラフ大盛り到着です。獣医さんにお邪魔するときはピラフを注文するのが自分の決まり事です。名こそ海岸店さん限定のピラフ、楽しみです。ガーリックの美味しさが口の中で広がります。エビのプリプリ感がたまりません。コーンの甘みがピラフに合っています。大きなエビ最高。真ん中のブロッコリーいただきます。ガーリックの味わいの中のブロッコリー、いいアクセントです。具材が多くて、素晴らしいピラフです。パセリを見ると、妙に食欲が湧く自分。マッシュルームも入っていて、自分好みの一品。ネギが、ピラフの美味しさを引き立ててます。ライスから、ほのかなバターの味が。ガツガツ食べてますけど、まだあります。ボリュームの多さに驚きです。ラストのブロッコリーをちそうさまです。
がお客さんで満席に。愛されているお店だと実感。キャベツもガーリックの味に合っていて、素晴らしい組み合わせ。綺麗にごちそうさまをしなくては。白いエビピラフごちそうさまでした。このピザ、独り占めしよう。切ってあるので、食べやすいです。海とピザ、なんかいい雰囲気です。3枚目のピザいただきます。とろーりチーズが素晴らしく、テリヤキチキンとの相性抜群です。もちもち食感の生地、最高です。耳の部分もカリッとグッドです。ピザからこぼれ落ちた具材をフォークでいただきます。トレビアン。ラストのピザいただきます。テリヤキチキンの存在感がすごいピザでした。また、パセリとチーズの一体感、最高でした。綺麗に食べて、テリヤキチキンピザごちそうさまでした。ズワイガニのトマトクリーム大盛り到着です。香りも素晴らしく、食欲がかき立てられます。トマトクリームがたっぷりのスパゲッティ、最高です。ズワイガニの旨味がしっかり出ていて、スパゲッティの美味しさを引き立てている印象です。スパゲッティの、もちもち食感の味わいグッジョブ。トマトクリームソースとズワイガニが全体に行き渡るように、必殺天地返し。
すが大森、ボリュームがすごいです。スパゲッティの味わいが素晴らしく、フォークが止まりません。ズワイガニがフォークにこびりついています。海を見ながらのスパゲッティ、最高です。残りが少なくなってきました。綺麗に食べなくては。トマトクリームソースがたっぷり残っちゃいました。マッシュルーム、ズワイガニ、トマトクリームソース、最高の組み合わせです。ズワイガニのトマトクリーム大盛り、ごちそうさまでした。締めはカフェで締めなくては。それにしても大きい。てっぺんのいちごいただきます。甘くて美味しいいちごです。たっぷりの生クリーム最高。生クリームとストロベリーアイス、ベストマッチです。いちごの甘さに生クリーム、これぞパフェ。生クリームにもいちごソースがかかっていて、いちご好きにはたまらないパフェです。ストロベリーアイスをがっつりいただきます。アイスの量がすごいです。ストロベリーアイスの下にはバニラアイスがあります。ひんやり美味しくて、どんどん食べれちゃいます。ストロベリーアイスごちそうさまでした。次はバニラアイスをいただきます。フレッシュなイチゴごちそうさまでした。
バニラアイスもデリシャス。アイス好きにはたまらないパフェです。それにしても、アイスのボリュームすごすぎます。バニラアイスを食べきるのに夢中です。パフェも残りわずかです。下にもたっぷりとアイスが。いちごパフェごちそうさまでした。やっぱり喫茶店なので、ラストに最後は海を見ながらのブレンドコーヒーで終わりたいと思います。まず砂糖を入れ、ミルクを入れ、かき混ぜタイム。深い味わいが感じられ、最高のひとときです。海が見えるところでのコーヒータイム、贅沢に感じます。ブレンドコーヒーごちそうさまでした。友人の注文したキノコとツナのドリアです。熱々でチーズの風味にライスが合っていて美味しかったとのことです。友人が注文したプリンサンデーです。プリンの美味しさにイチゴと大満足とのことです。閉店しちゃうのがもったいない美味しい料理でした。最後にたくさん食べれることができてよかったです。今回食べた料理は、女優上田店さんにもあるので、ぜひ、食べに行ってください。では、今回はこの辺りで失礼します。